はい、こんばんは。ニコニコ生放送深掘り TV 始まりました。司会のジョーです。よろしくお願いします。コメントの方に遠目で見たらエグザイルって書いてありましたけど、何のこったという感じでございますけど、見てねえんじゃないかという感じでしなくもないんですけど、今日はですね、なかなか、渋いテーマでございます。唐十郎の世界とともに時代と日本を見つめ直すという、テーマでお送りさせていただきます。実はここ10年ぐらいなんですけど、個人的に唐組の芝居をずっと拝見させていただきまして、宮台さんが先週、前回のね番組で言ってましたが、その唐さんが描く過剰性というものと、あとよく唐さんが言葉にするその肉体性みたいなものに惹かれてですね、自分の中で、この癖になり方って他に何があるんだろうということでずっと悶々と考えていました。今日は、ゲストの方も含めまして、その唐十郎の世界を改めて、紐解いていただき、プラスその唐さんの描く過剰性とか、それから肉体性、ともするとこの2つ現代社会では希薄になっていると思うんですけど、そういうものを通して今の日本や、日本の移り変わり、こういったものを見れたらなというふうに、予定はしていますが、とはいえその唐さんの芝居自体がですね、多方向にこう拡散していく、こうダイナミクスなものを持ってますので、今日のトークも予定調和にならずに、いろんなところにまたテーマも飛び火していくとは思います。最後までご覧いただくには会員登録必要となりますので、ぜひとも皆さん登録してご覧いただけたら幸いです。それでは早速演者の皆さん紹介していきます。まずはラッパーのダース・レーダーさんです。こんばんは、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ダースさんは先日この深掘りチームで、唐組見に行きましたが、それが初めてですね。初めてでしたということでございましたけど、まず軽く感想など聞かせていただけたら。そうですね、まずはですね、没入するまでの間に、座ってる状態になれないといけないっていう、苦行が一個あって今時珍しい。これその状態でもう満員なんですよ。とにかく満員で人がもうびっしり入ってて、そうで、そこの中で入っていくんですけど、で入っていくとこういろいろ大丈夫になるんですけど、こうふっと解かれると急に腰が痛くなって行ったり来たりっていうのを体験できて、なんかすごく面白かったですね。なんか内容について多分この後いろいろ出てくると思うんで、はい、であとエグザイルっていうとですね、ジョニー・トーのね、エグザイル絆っていう映画がおすすめです。あ、そっちですか。すごい男黒社会ものの傑作なんで、そっちのエグザイルも忘れなく、結構ね、さっきの写真ね、そっちのジョニー・トーの映画のエグザイルの方がそっちを言ってくれてたのかな、近いかもしれない。なるほど。コメントの方で、あ、レイアウトが違うというのが来ておりますが、今日は新レイアウトでございますが、なんかこの関係値というか距離が変わることによってまた、トークもちょっと白熱するかもしれません。さあ、続いてのレギュラーステージは社会学者の宮台真司さんです。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、体調がすごく悪くて、で今もですね、左耳の後ろのリンパが痛く、喋ると響く、あら、ところがですね、ご存知の方もいると思うけど、僕は病気の時に喋るとベストプレーっていう方が多いんですね。なるほど。で、それはね、その肉体性問題とちょっと関係していると僕は思っています。つまり、調子悪い時はうまく制御できないんだよね。で、なので、ダサなら分かれたと思うけれど、意識の働きが弱い分、フローに乗りやすいとも言えるし、なるほど。あまり制御されない言葉が出るからとも言えると思うんですね。さて、ベストプレーに近いものになるかどうか。ただ今ね、条件設定をそこにしちゃったせいでね、若干コントロールが入った。ベストプレー目指しちゃう感じがする。意識は再帰的反応、つまり反応に反応する力でしょ。なので、ビビったりとか、やってることやばいんじゃねえかと思ったりするんだけど、そういう、つまりブレーキがまだ、ブレーキは効かなくなるんだよね、やっぱり意識の働きが弱くなると。でもね、病気してからの僕は調子いいですよ。お全般的にはね。そういうことが起こるでしょ。そういうことで、ね、僕がね、唐十郎さんを初めて見たのはスクリーンなんだよね。1967年若松浩二監督犯された白衣、これ白衣って読むんだよね。でこれは実際に起こったアメリカの事件を下敷きにした脚本なんですが、看護婦たちの寮に入り込んだ
唐十郎を演じる孤独な男がですね、そこで、まあ、大量殺戮を行うんですけれども、まあ、一人の女に、癒されるようにして実際裏切られますって話なんですよね。でね、これね、当時、若松あるいはね、脚本をよく書いていた足立正夫とかね、山戸谷篤氏がどういうモチーフだったのかってことを考えると、そこにね、唐さんが出ていた意味が分かるんだよね。つまり当時の震災翼運動っていうのは旧左翼と違って貧困からの解放を考えていたんではないんだよね。そうではなくて、まあ、マルゾン主義、マルクス主義的実存主義っていうふうに言われていた。で、まあ、それは象徴的だけど、まあ、僕の言葉で言うとつまらない、このつまらない密室の外に出たい、外に出るために銃を乱射したいとか、人をぶっ殺したいとか、大体そういう、大体というか全てそういうモチーフでしたよね。だからそこに唐十郎さんが出るってことはね、要は唐十郎さんもそのモチーフに連なる部分があるということだと考えられる。何なんだこのつまんねえ社会は、この時空間のこうどうにもならない、まあ皆さんの知ってる平たい言葉で閉塞感を、僕たちが自力で脱出することができるとすれば何によってどうすればっていう問題意識があったということだよね。でこれは、まあ、それを見たのがね、僕は中学3年か、だからまだ学園闘争がね、麻布中学高校で続いていた頃で、でもうなんかそれもルーティーンになってて、紛争それ自体がつまらなくなり、でみんなこんなはずじゃなかったかに打ちひしがれ、何なんだこれはみたいな感じになっていた。そういう時だったから、このつまんないこの時空間ってどうやったらなんとかなるのっていうのは、当時中学生だから中3だと15ぐらいだと思うんだけど、僕にも痛く響き、そしてで高校に入って上京劇場の芝居を見て、でたまたまね、まあ、最初見た時に堅牢都市だったかな、花道の、ね、横にたまたまその時は立ってたな、立って見てたんだけど、僕のすぐ横に唐さんが待機しておられて、なんかすごいこのね、蒸気機関車がシューって蒸気を出しておられた、すっごいエネルギーでギャーって思ったの覚えてます。なるほど。ということで、はい、最初の唐十郎体験の話をしましたけれども、なんとなくモチーフを分かっていただけたかなと思います ね、 なるほどね、まあ、ここではないどこかへ行く問題、ということかもしれませんが、宮台さんも若きし頃唐さんの芝居をご覧になっているということですので、その時代背景も含めて今日はまたたっぷりお話を伺っていきます。さあ、それではゲストお二方、紹介させていきますが、まずは正面からご紹介で、カメラ大丈夫でしょうか。劇団から組のですね、座長代行の久保井健さんです。久保井さん、こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小さいですね、声が。そうそう、よろしくお願いします。よろしくお願いします。久保井さんの後ろにですね、透明人間がバーンと出ておりますが、現在、から組の方はですね、この透明人間が上演中ということで、また明日から、はい、公演があるんですよね。明日から金土日、はい、雑司ヶ谷騎士坊神様、はい、で来週は花園神社に戻って、うん、はい、また金土日、はい、上演して、その翌週は長野に行きます。長野ということで、はい、そんなお忙しいさなが、拉致されてしまいました。申し訳ございません。よろしくお願いします。ということなんですけども、久保井さんのプロフィール画像の方も出ますでしょうか。1962年6月の大生まれでございまして、1989年に唐組に入団なさっております。以後ですね、ずっとこれ基本全公演ご出演、出てないのもあります。ありますか。ありますけど、はい、まあ、基本的には、まあ、全部に関わってますということですね、はい、そして現在は座長代行ということで、はい、まあ、唐さんの作品のこれ演出もですから現在は行っていると。そうですね、はい、唐さんはちょっと倒れてから、はい、まあ、11年ぐらい経ちますかね。そうですよね。その間はもうちょっと
やらなきゃいかんということでやっております、はいはい。今日はこの猛者どもに囲まれております本当です本番前に何を喋ればいいんだとおっしゃってましたけど、はい、お酒もありますんで、エンジンかけていただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。さあ、そしてもう一方です。作家の島田雅彦さんです。こんばんは、よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします、はい。島田さんがこの唐さんの会になぜというふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんが、こちらでございまして、汗のドレスという、こちら実は島田さんは状況劇場に役者として立っていらっしゃると。そうなんですね、ねまあ、だからそうなんですよ、慣れ初めからしたら、まあ、久保井さんよりも古いんですけども、まだ六坂直政氏とかですね、はい、まだ渡辺一慶氏がもう全然下っ端の頃だったりしてね、うんうんうん、そんな時代なんですけども、まあ私も最初の空体験っていうのは、これはね、大河ドラマだったかもしれない。あ、出てました、ね、黄金の日々っていう、黄金の日々出てましたね、はい、あれに根津甚八氏とかと一緒にね、はい、海賊みたいな役で出演していたっていうのが最初だったかと思うんですけど、その後やっぱり僕の場合はね、限界なんだっていう映画を見てね、それでまあまあものすごい占領時代っていうか、要するに朝鮮戦争で死んだ米兵がね、遺体をこう処理して綺麗にしてで返す、そんな仕事をしているような人たちから始まる、で、まあ、実際の安藤組の組長まで出演しているような映画でね、すごい衝撃受けたんですけど、なんか銃を一緒に撃って捕まった事件があった、ね、まあ、そういう事件もあった頃だと思いますけど、うん、まあ、だからその「限界灘」っていう映画とね、キューブリックの時計仕掛けのオレンジっていうのはもう実質的に私のね、なるほど、その映画に対するその、うん、ある種 の, そのスタンスっていうか、それを実質決定してしまったっていうのがありますけどね、うん、でまあその後なんかちょっと縁があって、まあ、だからその状況劇場の舞台に立ったっていうのも、川根消防新社ってね、まあ、当時編集者だった詩人の平井出隆っていう人がね、はい、島田さんちょっと状況劇場興味ないですかって言うか、もちろんありますと言ったら、じゃあ入ってくださいって言うはぁみたいな話でね、でもなんかちょっとやっぱりいきなり拉致されて、豊玉でしたかね、豊玉です ね、はい、そあそこの稽古場にね、はい、いきなり連れて行かれたっていうでそれでまあちょっとこういう強調を出すことになってですね、はい、でまあ結局それは時は花園神社の脇にあったスペースデンっていう、今もなくなっちゃったんですね、もうないですけど、はい、その小劇場での若衆公演っていうものだったんですけどもね、まあ、そこにまあ、無理くり入れられて、うん、はい、カルチャーショックを受けたと、うん、はい、ということでございますけど、これも若き頃の島田さんがもう役者としてというか、もうむちゃむちゃ男前すぎて、はい、これもう多分ね、まあ、古書で探せばあるとは思うんですけど、僕も先日私は持ってないんですけど、あ、そうですか、神田の古書でゲットさせていただきましたけども、ジョーさんのね、やっぱ本ゲット能力高いですよね。いやもうね大好きすぎて、今日も唐さん関連の本で家にある本の何冊かを持ってきたんですけど、まあ、特に島田さんこの本の中でも書いてるんですけどね、唐さんというとこちらの本でね、特権的肉体論ということで、はい、まあ、その肉体と、まあ、ある意味言葉みたいなところで島田さんもこの、体験レポを書いていますので、ちょっとその辺言葉というところと肉体というようなところ、まあ、唐十郎論では島田さんにたっぷりお話を伺いたいなと思ってますので、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さて、まずアンケートいきますかね。唐さんというキーワードで見てくれているのはおそらく今までの番組史上一番年上の方が見てくれているような気がしなくもないんですけど、まずは皆さんの今日のユーザーの、でも芝居を見てた人たち結構若いんですね。そうですね、若いんですよね、最近若い方が多いですね、多いですよね、高校のところ増えました、うん、すごく、ね、20代30代とか、そうですね、うん、これは何かの影響とかあるんですか。やっぱりやってる演者が若くなってるっていうのもあると思いますね、うん、なるほど。でもそれはまた後で議論しましょう、そうです、若い人が見たがるのか、ね、観客の世襲っていうのもあるでしょうね、うんうん、それもあるかもしれません、ね、あります、はい、10代から70代以上で、7つの選択肢の中から、選んでいただければなと思いますということは意外と今日若い方見てくださってるかもしれません、選択肢1から7の中から選んでください、よろしくお願いいたします。じゃあ結果見てみましょう。
はい、じゃん。おお。20代ゼロって何これ間違いない。10代がちゃんといる。10代がいて20代。20代がいないという。まあ、ボリュームゾーンはなんかちょっと今日ばらけて30代が意外と多いですね。すごい30代多い、ね、30代が多い、多いですね。いつもより30代が3割30代だそうですね、うん。あとは40代と50代が同じで60代もいて、20代のロスジェネ、ロストジェネレーションでもこれはだから肉体欠如系だよね、ということですね、20代って言えばね完全にそうです、うん。はい、この辺が今日のユーザーの属性がまたテーマにそのままリンクしてるかもしれません。これはでも面白いですね、ね、面白いですね、うん。ダンさんも参加してくれてる僕のゼミがね、最近そういう話題なんですよ、この数日ね。なるほど、そこから拾えるようなこともあります、はい。僕ね、そう、まあちょうどね、宮台さんがだから、まあ、よく話されてるんですよ、うん、性愛の交代とか、うん、その若者として若者がいろんな面でのそので、うん、まあ宮台語で言うと劣化していくっていう話をした上で、まあ、大体宮台さんはその性愛の話を経験論として持ち出して、うん、で性愛を通じてこう同じ世界になるっていうのをするんですけど、うんうん、実は最初にそれを若い人たちは分からないって前提をまず宮台さん言ってからその話をするんですよ、うん、で君らには分からない話をしますっていう、うん、話をしていて、まあ、わざとだけどね、うんうん、で愕然としてほしいよね、全然分からないっつって、うん、それでその洗礼が多分その20代がちょうどその分からないゾーンなんですよね、うんうん、10代は実はまだこれからそういうチャンスはあるんですけど、うんうん、なるほど、20代はやっぱ機会を逸してるっていう、なるほど、自覚もあるっていうね、うん、しかもちょっと家畜体系が出来上がってしまっていて、うん、そうそうそう、あまり新しいものを摂取しようとしていない、うん、で訴えたい相手なのに20代見てねってどういうことだよお前ら、まあ後から YouTube とタイムシフト見ていただけるとはい、年齢の属性聞いておきましょう、いつも通り3つの中から選んでいただいておりますが、コメント欄もね、うん、よかったら演者への出演者の質問メッセージありましたらどんどん書いてください、拾っていきます、続いての選択肢はジェンダー聞かせていただいておりますが、うん、どうでしょうか。はい、女性6割と見たけどどうだろう、どうですかね。でも女性多かったですね、あの劇場もね、ね、うんうん、なんかパッと見女性だらけだった感じもあるね、確かにそんなイメージです。男性女性向かいと、女性は年齢層もいろいろな年齢層の女性がで、男性は割と上の方が多かったですね、うん、やっぱりこういう、ね、芸術表現に対して貪欲なのも女性なのかもしれませんが、さあ、結果見てみましょう。こちらです。あ、逆な男の子になる、男が多いですね。てかいつもと一緒、そんな感じですね、いつもとバランスは一緒ですね、うん。さあ、そしてもう一つ質問ですが、皆さんその唐さんの舞台を見たことがあるかどうかという質問聞かせてください。まあこれ今日の話題に出る状況劇場と唐組で聞かせていただいております。もちろんね、それ以外の舞台で見たという人いるかもしれませんが、ちょっとですね、今日のテーマが、おそらくテーマというかね、話のトピックスが状況劇場と唐組になると思いますので、この2つ見ているかどうかをまとめて聞かせてください。1が状況劇場、唐組ともに見たことがある、2は状況劇場を見たことがある、3が唐組を見たことがある、4どちらもないというこの選択肢でございます。さっきねコメントで、すごい興味があるテーマなんですけど全然わからないんでついていけるかどうか心配ですということです。大丈夫ですよ、大丈夫です、宮台さんからも大丈夫ですという言葉をいただきました、うん。むしろね、明日以降の公演があるタイミングですか、ね、そう、うん、今日の話を聞いて透明人間に行くと、うん、おそらく、解像度はね、そう、周りの人よりもより深く理解をしていただけるんじゃないかなと思いますが、さあアンケートの結果見てみましょう。どうでしょうか。ああ、どちらもないが 83.1% です。まあ、見たことない方が多いですね。でもそれだったらね、むしろそういった方がそうですね、タイミングでっていう、はい、うん。状況劇場を見たことがある方は 4.6%、 あ、ごめんなさい、 1.5% か、両方見たことがある方が 4.6% で、唐組を見たことがある方が 10.8% ということでございますが、ですので、まあ、基本的には、唐さんの舞台の世界を知らない方が8割、うん、今日見てくださっているという状況の中でお話をさせていただきます、うん。さて、どっから行こうかなというところなんですけど、まずはね、そうですね、6って出ますかね。とてもじゃあ初歩的なところから、あ、地方出身者はなかなか見ることができない、ということで、唐十郎舞台、まあ、状況劇場と唐組を知る上でのキーワードというのを、まあ、これが全てではないんですが、いくつか僕の方で、ピックアップさせていただきました。赤テント、それから上演場所、
それからですね、特権的肉体論、それから水、それから屋台崩し、まあ、そして音楽ということで、まあ、これ以外にもトークの中でキーワード出てくるんじゃないかなと思いますが、まず前提として久保井さん、はい、この唐組芝居、上京劇場唐組は基本的にはテント公演で行っているということですね。はいはいはい、ちょっとテントの写真出ますかね。はい、このお話から聞いていこうと思うんですが、これはつまり公演ごとに毎回テントを組み立てて、そうです、毎日毎回ですね、この劇団員がこれ鉄骨造サスペンションテントっていうんですけど、はい、鉄骨6本支柱があって、うん、それにこの本体の膜がついてるんですけど、うん、人力で1本ずつ対角線で1本ずつ立てながら、うん、でまあ舞台装置も役者が組みますし、もちろん音楽、照明のオペレーターも役者が交代でやるっていう形でやってます、うん、そうですよね。これ組み立てるのはちなみに時間がどれぐらい？1日目が本体と櫓っていって丸太でその支柱を固めるんですね、梁を作って、うんうん、それに照明機材をぶら下げたりできるようにするんですけど、それがまあ1日目で、2日目がセット作って、音響照明釣り込んだりサウンドチェックしたりっていうのが2日目で、まあ、3日目は客席とか楽屋周りとかですね。だから4日目に本番っていう感じで今やってます。なるほど。収容人数で何人ぐらいでしたっけ？交渉200です。200です、はい、200これはレモンがしてるね、はい、うん、そのぐらいいらっしゃいましたけどもね、うん、ただテントなんで大きくなったりちっちゃくなったりするんで、うんうんうん、その客席の、まあ、観客の密度を、まあ、ある一定の状態に保つために大きくしたりちっちゃくしたり、うん、でも毎日、うん、毎回公演ごとやったりしてます、うん、大事なのは密度、密度ですね、人がこう密になっているっていう、はいはい、これがね、アンチパンデミック的な ね、 そうですね、密になっている状態で初めて発生するっていう、はいはい、コロナの時はやっぱそれが一番、うん、3密ですか、そうですね、密集はありましたね、うん、ただ密閉はないんですよ、テントなんで、まあね、風通しはいいんで密閉はないんですけど、やっぱこう人がこう触れ合うっていう状態が密度を高めるっていうこととやっぱ相反する、うん、あれバラシも同じぐらい時間かかるんですか？バラシは1日で、バラシは1日で、はい、いやでもねこれ移動して公演してるでしょ、うん、だから、まあ、解体してそれ荷積みして荷下ろしもあって、はい、で荷崩れしないようにこう締める独特の梱包のね結び方があるんだよ、劇団全部できるんだよね、それがねすごいですね、うん、それで含めたユニットですね、そうですね、はい、いやなんか唐さんの僕もインタビューで読んだんですけど、なんでこういうね毎回壊しては作るっていうテント芝居をやるんですかみたいな、まあ、これ必ず聞かれる質問だと思うんですけども、唐さんがその時のインタビューで答えていたのは、はい、結局役者は強くなければいけないというところで、まあ後で肉体論の話になると思うんですけども、そのソフトを作るだけではなくてハードも一緒に作ってこそやっぱり役者が鍛えられるみたいなことはおっしゃっていたんですけども、はいはい、まあ、久保井さんは、まあ、自身はどんなふうに考えてらっしゃるのか、おそらくこの話も唐さんとなさってると思うんですけども、うん、はい、どんなふうに捉えてらっしゃるんですか？それ、まあ、今ジョーさんがおっしゃったのは役者修行という意味合いが大きいと思いますね。なるほど。でやっぱ強靭な肉体があって、それでどんな状況でも芝居が打てて、でそういう体を持っていればどんなところ行っても芝居ができると、まあそれもありますし、まあこれは一つやっぱ唐さんもあんまり口には出さなかったですけど美学だと思うんですよね、何もないところにそういう虚構の空間を出現させて、で一日で畳んでいなくなると、で痕跡をなるだけ残さないように、まあ、やり散らかして帰ら去らないようにもう綺麗に掃除して釘一本残さずいなくなる、まあ観客はその後来た時にここでやってたんだよなっていうような、まあ、そういうことになんかある種の美学を感じているっていうのもあると思います。なるほど。じゃあちょっと学問的補足ね、はい、でまあ
お祭りってもともと定住社会とともに始まったんだけど、お祭りをしていたそのメインプレイヤーは被差別民だったんだよね、うん、でなぜかっていうと明確な理由があって、被差別民って定住において当たり前のその法、とりわけ所有を拒絶する人たちだったんだよね。でそれを拒絶すれば定住民から差別されるのは当たり前なんだよね。でもこの所有の拒絶は要は定住の毒に属され、毒されないための決定的なことで、それゆえに彼ら、まあ、被差別民である、まあ、外に出た人たち非定住民は、まあ、分かりやすく言うと定住以前の身体性を持つと信じられていたんですよね。じゃあ定住以前の身体性とは何かっていうと、まあ、折口信夫に言わせるとそれは湧き上がる力なんだよね。でじゃあ定住すると何が起こるのか、定住した人間は力が失われていくんですよね。だから毛っていうのはエナジー、汚れっていうのはエナジー、木が枯れるってこと。でその木が枯れた状態を晴らすのが晴れで祝祭で、その祝祭には、定住で力を失いがちなものとは違う定住を拒絶した力を持つものがやってくるっていうね。でそれは、まあ、日本だけじゃなくて、あの古い風習を残した、まあ、ほとんどの社会にそれはもともとはあるわけだけれども、まあ僕たちにとって注意するべきなのは、今あの久保井さんがおっしゃったこと、なぜやってきて去るのか、あの例えばね、江戸時代とかって考えれば分かるんだけれど、あのその管理政策、統治政策の、ね、観点から、まあ、芝居町と色町を集約して、まあ、人形町に置いたり、足原に、まあ、吉原ですけど置いたりしたんだよね。つまり常設ってこと、常設は祭りじゃないんだよ。なるほど。でその要するにこれらあの芝居町色町って悪所って言われたんだよね。悪所っていうのはめまいが訪れる場所っていう意味で、ね、日常生活を送るのに適さない状態になるから悪所なんだよね。だからそれはもうまとめちゃえと、なんかそのピリオディカル、時々ですね、数ヶ月おきにあの定住民がその悪いめまい状態になるのは統治上困るなということで常設をするようになる。だから常設を拒絶するっていうのは、初心に変える。もともとその嵐のようにやってきて嵐のように去る、うん、そうすると人々はあれは何だったんだろうなっていう感じになって日常は反省するんでね。そういうメカニズムだと思いますね。なるほどね。よくいろんなところで最近キーワードに出てるのが、その思い出させる力、うん、記憶を呼び起こす力、うん、で今小井さんが言ったように、あれここでやってたんだよなっていう記憶、うん、そのやってた時の自分の体験をそこの何もない状態でもう一回記憶として呼び戻すことができるっていう機能が、うん、まあ、非常にその実は大事である、うん、で要はまあ人はすぐ忘れるっていうのを前提として、うん、じゃあどうやってそれを思い出させることができるかっていうのが、外からその記憶を呼び起こす力っていうのがやってくるっていう、うん、だからその構造っていうのがかつては実は全員に忘れるっていうのをみんな分かってたから思い出すのが必要だってことも分かってたっていう構造があったのが、うん、今、まあ、これその今この久保井さんたちの舞台をやるっていう時に、うん、この忘れる思い出すっていう二項が果たして機能するのかっていうのがすごく今問題になってくると思うんですよね。その花園神社で僕らで、僕はあのこの間見た透明人間で、うん、特にその福建省の歌っていうのが、僕は福建省行ったことがないんですけども、明らかに記憶を呼び起こさせる旋律なんですよ、うん、その歌が流れてくることによって何かしらこう中にある記憶がこうヒューって出てくる。で、あのテーマとしては狂犬病っていうテーマがあって、狂犬病なんて今ほとんどの人は知らないと思うんですけども、うん、でもその狂犬病的なモチーフのが呼び起こす記憶っていうのは実はあって、でもこれいつまで有効かなっていうのがすごく難しい気もしたんですね。そう、僕らがね、若い時大体同世代だけど、うん、この狂犬病とかっていうね、まあね、けなし言葉があったんだよね、うん、言われるのなんじゃない狂犬、狂犬病って若い人知らないかな、狂犬病って知ってる、狂水症とも言うけど、芝居の中で狂水症っていう場面もあったけれどね、うん、
まあいいや、それはいいんだけれど、まあ、その後はね、まあ、フィラリアとかの方が重要な病気になっちゃったので、うんうん、今の若い人は知らないと思う。今でも田さんのおっしゃったこと、そのね、何のために思い出すかってことなんだけど、例えばね、時々映画館に行くとか、時々音楽会に行くとか、これはね、僕に言わせると、まあ、いわゆる週末のサウナとか週末のシャワーっていうもので、まあ、ジョージ・リッツァっていう人が、まあ、言ってることだけど、ディズニーランドかとマクドナルドかが相互に保管し合うと、マクドナルドが管理されたルーティーン的なつまらない、パターンに覆われた社会が疲れる。で、そうすると、そろそろ疲れたからサウナに入ろうかみたいな感じで祝祭的消費、祝祭的な空間に入ってまた戻る。で、この場合にはこの循環それ自体が秩序として意識されていて、で、従ってそこに、まあ、一見すると似たような芝居、似たようなまあショーがあったとしてもね、で、それはカオスとは違う。それたとえカオスがあったとしても、それを含めて秩序だというふうに人々は意識をしている。当たり前だけど、ディズニーランドがカオスだと思う人なんかいるわけがないでしょ。まあ、それは典型なんですけれどもね、というふうにして、僕たちはまあいわゆる外側、あるいはカオス、非日常、何でもいいけど、それを本質的な意味ではやっぱ失ったんだよね。だから外に出るという体験がない、あるいはなくなってしまったっていうことで、それがさっきちょっと冒頭に申し上げたけど、60年代には非常に鋭くやっぱ意識されていたよね。で、その感覚が今の若い人には、まあ、はっきり言ってね、ないんですよ。で、俺なんかこんなつめんねクソ社会って言ってるね、若い人は、いや、なかなか便利でいいと思う。なかなか便利、まあ、いい社会じゃないですかっていう、スマホ一個で何でもできてみたいなね、宮台さんのね、今の話と、うん、で、やっぱり大事なのってやっぱなくなるじゃないですか、こう、テントが、うん、やっぱなくならないと思い出さないと思う、うん、その忘れてたことすら忘れるわけだから、うん、で、なくなることによって思い出すことにつながるっていうのが、例えば吉原でも人形町でも、うん、ある種常設施設としてあるし、ディズニーランドの常設施設として常にあるから、うん、だからあれは何だったんだろうなって思わないんだよ。だから行けばあるんだ、行けばあるで、行けばあるし、行っても行けばあるし、帰りもあるから、うん、行って帰るっていうことで、うん、逆に言うともう担保できてるっていうか、いつでも行って帰ってこれるっていうふうに思えるところに行くのと、うん、あれこれもうないじゃんっていうものっていうのはやっぱ体験としては違うっていうことですよね、うんうん。まあ、だから昔から移動遊園地ってあったでしょ。好きでしたね。これがまあ巡回するわけですよね、いろんな街を。で、そこでまあ組み立て式の観覧車とか、うん、メリーゴーランドとかっていうのを作ってね、若い方が楽しむっていうのがあったし、とてもしょぼいですでもね、ワクワクしましたよね。そう、ワクワクする。で、まあ、その、もうほとんど同じ同列なものにサーカスっていうのがあって、うんうんうん、これも基本テントを張ってですね、うん、そうですね、で、移動式で見せ物としてやる、まあ、最近は常設のテントもありますけどね、うん、で、まあ、もう一つそのこの赤テントですね、まあ、旧状況劇場柄組のこの特徴っていうのは、一つはまあなんか陣を張るっていう、要するにね、野戦的な雰囲気の中でですね、まあ、戦国時代だったらやっぱり陣を進めていく時には天幕張ってね、うん、で、そこで陣を張るわけですよね、うん、そこでそれこそ城を落とそう、攻め落とそうとする時なんかには、まあ、ちょっと長期戦になったりするし、うん、っていうことで、まあ、勝負をかけてるわけだよね、勝負をかけるっていうことがあるわけですよ、うん、で、まあ、この状況劇場が始まった時代背景とか考えるとね、うん、新宿っていうところはまさにその野戦の場だったんですね、うん、要するに新宿ソーラーみたいなものもあって、路上に実際にそのデモ隊が出て行ってですね、わざわざその鉄道から石拾ってくるわけですよ、うん、都心には石普通ないからね、うん、線路のところにしかないからね、うん、でそこをわざわざ拾いに行って機動隊に投げるっていうような、まあ、実際に市街戦が行われてた中で新宿騒乱事件、ちょうど今年表が出てると思う、うん、新宿に伝統を張ってるってことからすると、はい、当然やっぱり陣を張ってるんですよ、うん、なるほどね、うん、まあ、ダースさんのね、その常設化されていくと、まあ、忘れるっていうような範疇のからまた消えていくと、
いうことと、まあ、今島田さんがその陣を張る、陣を張るっていうことはある種の闘争状態に、そうですね、それをまあ日常の中に、まあ、ソランガを亡くなってからはそのわざわざそのそれを彷彿とさせる空間を出現させるってことですね。それって戦闘モードっていうのも思い出させるっていう、そういうことにもなるでしょう、ね、当然は、まあ、平時っていうのは戦闘モードをオフにしているけども、うん、いや、そうそうそう、戦うモードっていうのがあるだろうっていう。でもあとね、もう一つはその浅草とかにあった見せ物小屋っていうのがあって、ね、でこれはまあ要するにヘビ女とかがいるわけですよ、うんうん、あの胴体が切れた男とかね、うんうん、そういうなんか怪しい見せ物があったり、あとそういうものでなくてもね、あ、なんかちょっと都市伝説とこう結びついたような形である洋品店の試着室に行くとあの、ね、そこからあの行方不明になって人さらに会って、ハーレムに売られてしまうみたいなそういう都市伝説ね、俺らの噂じゃないけどね、うん、あのそれもやっぱりこういう一個 の, あの幕 の,、うん、あの向こう側に異界があるっていうか、うん、異世界につながっちゃっているっていう、そういう感覚っていうのは、まあ、結構昔から共有されていてね、あのテントがもたらすそのワクワク感っていうのがやっぱり特徴があるんですね。他の劇場とはまあないものね。だからね、一皮めくればそこは異世界で、まあ、ね、キーワードをおっしゃったんですね、うん、これが非常に大事なこと。移動式遊園地とかで、うん、僕ロンドンにいた頃ってよく来てたんですけども、うん、その中で鏡の間っていうのがあって、うん、テントの中に鏡がわーって並んでるんですよ、うん、でこう鏡の間入っていくと全部鏡で自分の方向感覚がなくなる最強な感覚になるんですけども、うん、あれとかも本当にその入った瞬間異世界に行けるっていう、すごい。ブラッドベリーっていうね、ファンタジー作家の10月は黄昏の国、うん、あるいはね闇のカーニバル、まあ、その作品が結構収録されてるんだけど、はアメリカの、まあ、いわゆる移動遊園地みたいなものってどういうものなのかが描かれてるんだよね、まあ、大さんがおっしゃった通りで、まあ、ちょっとまともなものじゃないんだよね、怪しい。でしかも、まあ、いわゆるフリークスの方々がいっぱいいて、うん、フリークスって映画もありますからね、ありますね、名作のね、そのいかがわしさゆえに我々がねこの震えたっていうね、そんな場所だったんだろうなってことですね。なるほどね、うん、ここまでの議論で久保さんなんか、うん、はと思うことございます。いや、もういろ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 出すぎて、でもそういうところはやっぱ体重郎は仕掛けたんだと思いますね、うんうん、それと意識としてもしたんですけど、多分どれもこれも全部ひったくってやれと思って、全部もうその中に内包してやれっていう感じで、なんかこれがこういう主義っていうことで一貫してやってたっていうよりは、もう使えるものは何でも使ってやろうっていう、そういう意識があったんじゃないかなと思います。でだからやっぱ僕も初めて見た時に、何でしょう、赤くぼんやりこう暗闇に暗闇みたいになってるテント見て、で最初は何だろうなこれって思いましたけど、やっぱり次から行くと あったあったってなんかホッとするっていうか、見つかったっていう、あるのかなって思いながら、本当こう角も上がりながら、あるって目にした瞬間に、あったって思うような、なんかワクワク感に変わってきた、お客の時ですけどね。でもそれって今そういうことを意識して仕掛けてるかって言ったら、もうなんかもう装置として出来上がっちゃってるっていうか、意図をせずにもうそういうようなことが、やり方同じそういう作り方でやっていく、中身とは別にですよ、テントってそういうものを、空間を用意するっていうことで同じような体験をなさっている方が多いんじゃないかなっていうふうには思います、ね。なるほどね。あともう一つその気になるのが、その上演する場所、テントを張る場所、はい、まあ、これはさっきのね、現在上演中の透明人間でいうと花園神社が出てきたりとか、まあ、花園神社はね、状況劇場の一番最初ですね。そうですよね、やられていたと思うんですけども、はい、すごい特徴的なのは、また年表を読んでますかね、まあ、ここにも出てきますが、まさに、西口公園事件っていうのがあってですね、でこれ西口公園に、新宿の西口公園にゲリラ的に赤テントを立てて舞台をやったんですけども、この時は200名の機動隊にテントが包囲されながら最後まで上演をするというのがありました、そしてその次のページ、資料5出ますかね、
69年同じ年にはですね、このバリケード封鎖中の明治大学の泉校舎での上演というのもありました。これは唐さんが明治大学ご出身というのもあるのかもしれませんが、ちょっと当時の写真が見れるのがあんまり大きい写真じゃないんですけど、カメラさん、久保さんが写真を持ってきてくれていまして、新宿のそのこれですね、これはその機動隊200人に囲まれてるっていう、ってやっていたのやつ、はい、これカメラさんに向いてください、ありがとうございます。すごいな、すごいですよね、こう場所と、まあ、それからそのシチュエーションがとにかくそもそも得意な中でやっていると。そうですね、まあ、もなんて言うんでしょう、なんか無理やり仕掛けたんではなくて、これやっぱり申請は出してたらしい。あ、なるほど、ね、だからしかもさ、逮捕が公演終了後なんだよ。そうなんですよね、結構行きじゃないですか、ね、うん、確かになんかね途中で潰せはしない、うん、というのがありますけどもね、これは表現の自由は尊重しちゃった、そういうことです。ただ許可をもらえないんで、じゃあもう強行してしまおうと。ただそこは入り口にあの営業許可出すのは保健所なんですけど、保健所が営業許可出さないから、そのリアカー1台引いて陽動隊をまず職員ともみ合いさせてるうちに、裏口からテントをトラック裏口につけて、裏口から搬入してそれで立ててしまったっていうエピソードらしいんですけど、まあでもその頃からもう、これも今度ご覧になった透明人間も保健所がもう目の敵のようになってますけど、やっぱ保健所員にやっぱ多少は恨みがあるのかなこのそのやる場所っていうのは唐さんの中で何か一定の基準みたいなものっていうのはあったっていうのは、劇作するときにやはりそのモチーフとなる出来事があります。それを、例えばこのあとバングラデシュに行ったりとか、ね、あの戒厳令下のソウルでやったりとか、はいはい、あのパレスチナに行ったりっていうことがあるんですけど、うん、そのモチーフになった物語をまずそこの現地でやって、うん、それで日本に持って帰ってくるっていうことにこだわってたっていうのを話してた昨日であります。それで思い出すのはね、例えばオウム真理教の事件の後、筆を折った劇作家がいたり、うん、で、まあ、あのツインター崩落した2001年の後にもね、まあ、いわゆるこちらへものの表現よりもこちらの方がはるかにアートだ、ね、テロアート論っていうのがね勃興したり、これはね繰り返されているんだけれど、やっぱ唐さんは、まあ、ふざけるなということだよね、うん、つまりアートでも十分あの現実に拮抗できる、それだけの強度を持たないものが何が芝居かっていうね、多分そういう意気込みっていうかね、心意気がありましたよね。だから、まあ、似たような心意気は寺山修司にもあったと言えるが、だいぶ方向性が違いで、その方向性の違いも後で議論になると面白いなと思うけど、やっぱり寺山修司は力とかね、あの湧き上がるものとかっていうことにはあまり関心がなく、ひたすらあのそれは記憶なのか現実なのか、虚構なのか現実なのかみたいなところで、ある種の、我々の思い違いやルーティーンをね、まあ、混乱させようとしていたとすると、そういうことじゃないんですね、唐さんはね。だからもっと現象的なお祭りに近い、お前らはこういう圧倒的な力に触れたことがあるのかみたいな叩きつける感じですね。今ね、その、バングラデシュだったりソウルでその舞台となった場所でまず上演をするっていうのも、やっぱりその記憶装置っていう、やっぱ最初に記憶を埋め込むっていうのが最初にあって、でバングラデシュで行われたものっていうものを、例えばじゃあ花園神社なりナーロンどこだっにある種その記憶を移植していくっていう効果があるっていう意味で、最初にやる場所っていうのは結構大事になってくるのかなっていう。それとやっぱやる側ですよね、やる側の人間がそこの水飲んでなくて説得力持たせられるのかっていうような言い方はよく知ってましたね。
ね、うん、その地の水をまず飲んでから日本に帰るんだっていうのとか、あとなるだけ人がいるところ、巷っていうんですかね、雑踏の中とか人が集まるところに近いところ、なんかとんでもない、ね、なんて言うんでしょう、瀬戸内の島って言ったらどこがやってるかちょっと分かっちゃうんであれですけどそういうようなところとか、山の奥の方とかに、まあそういう打てる、要するにテントを建てる場所はいっぱいありますけど、テントがそこで建てられるからって言ってそこでやるってことに何の意味があるんだっていうことは、都市っていう人がとにかく巷、雑踏の中とか人がいっぱい集まる、邪魔しに来るものがいっぱいある中でどうやって芝居するのか、うん、これね、クラブミュージックではレイブが90年代入るとき山奥でやるんですよね、うん、でなるべくこう都市から離れたところに別の場所を作るっていう、うんうん、まあ、今だとバーニングマンとかもネバダの砂漠でやるんですけども、ね、やっぱそこはある種そのもう離れて関係ない、そういったとこから逃れてそのプレッシャーをかけてくるんじゃねえ、俺ら別でやるからっていう発想なんだけど、唐さんの場合はむしろ色見に行くっていう、うん、邪魔してみろみたいな発想なわけですね。もともとね、その遊牧民は、まあ、普段はまあ羊を、うん、飼育したりしてるけども、まあ、時々役割変えるんですよね、うん、まあ、要するに物資を運んだりとか、うん、あと必要に応じて兵士になる、まあ、傭兵ですね。何かがいさかいが起きたりとかっていう時にはね、じゃあそういうその臨機応変な ところがあるんですけれども、まあこの金さんがこの海外公演を やる時の感覚っていうのはそれに近いんじゃないかと、うん、でもう一つ中上賢治っていう人が、まあ独特のね、その紀州の新宮っていう、まあ、久別部落の、はいはい、そこの、まあ、路地っていうところで、まあ自分たちのその仲間っていうか、まあこれは一種、まあ戦士共同体みたいな感じがありますけどね。それがまあ崩壊した後に海外にそういう自分の所属していたその共同体と近い、世界、それから自分がまあ後輩とみなしているような、まあその戦士共同体に近いそういう友愛が結べるような場所を積極的に訪ねていく。でそこでまあ、一種 その彼の空想の中の、まあ、世界共同体みたいなのを、うん、まあ、構築しようとすると。でそのことで、まあ、自分の故郷の路地の崩壊を埋め合わせるっていう、そういうことをまあやってたんですけれども、唐さんのやってることっていうのも、まあ、ちょっと近いところが、うん、あるのかなと。で、まあ、彼のまあ共同体っていうのは、うん、まあ、多分もう消滅している、まあ、彼自身は東京の方の下町には非常にシンパシーは感じているかもしれないけれども、あるいは彼の郷愁の中にあるその焼け跡とかですね、闇市とかですね、そういう世界の中に育まれた、まあ、ある種の共同意識とか、でそういうものはもうもはや戦後ではない時代には失われているんですけれども、まあどこかに残っているし、で、まあ、それも一種の国家も創造の共同体だけど、そういうその記憶のね、共同体みたいなものっていうのが強固に彼自身の中にあって、でそれに通底する世界にはもう積極的に出かけていくっていう感覚だったのではないかと、うん、まあ、だから同じように水を飲まなきゃいけないんですね、うん、ちょっと補うとね、若い人見てたよね、10代のね、見てます、はい、で多分ね、バングラデシュって言っても意味がわからないかもしれないが、島田さんや僕の世代は、まあ、バックパッカー第一世代だよね。で団塊の世代、あるいは少し後が小田誠に影響されて、まあ、何でも見てやろうみたいな、ね、はい、時代だった。まだ縁を持ち出せなかった時代ですけど、じゃあ僕たちバックパッカー時代世代って、もうさっき孝太郎のね、深夜特急ってなんか分厚い本になった時はもうこんな連載になってたわけだけど、うん、その頃は、まあ、本当に例えばじゃあどうしてそういうバックパッカーになるのかっていうと、まあ、僕の言い方だとやっぱトラブルに会いに行く、だから自分は脆弱なんじゃないかっていう、閉ざされの中にいるんじゃないかっていうじくじたる思いがあって、でまあ好奇心で何でも見てやろうではなくて、
なんかトラブルにあった時に本当の自分が試されるんだなみたいな感じがあった、うん、あともう一つ実際そこに行ってみるとそこで体験するものって、まあ、ある種のカオスなんだけど、でそこでね僕が思い出すのはね、犯罪を犯して逃亡する時にどこに行くかってことで、政治犯は北に行きヤクザは南に行くでその南っていうのはバングラデシュ、インド、東南アジア、まあ、当時のイメージ、要はですねここで死んでも誰も気がつかないな、あのね北で死んでもそうですよ、あの例えば北極圏で死んだって誰も気がつかないんだけども、それとは違うこの人の海の中でこの人海の中で木造のように消えても、ね、まあ、たくさんのネズミの一匹が死んだ感じと言ってもいいけど、その意味でなんかすごく存在が軽くなったんですよね、あの僕の経験を言うとね、あのいろんな安全に気を使ったりとか自己防衛に気を使ったりしていたのが、そうか人間いつでも死ぬし死んでも気がつかないぐらいの、あ気がつかれないぐらいのその程度のものなんだなって思った瞬間にものすごい軽くなるんですよね、軽くなる、でそういう、空間がかつてあったんですけど、じゃあ皆さん今そこを探していくのはなかなか難しくてね、ないんだよほとんど、日本よりも高くなっちゃってる、そうなんですよもうマジないで、いつからなくなったのか順次違うけど、例えばタイだったらもう95年にはバンコクではなくなって、であのイサーンっていうね田舎町だとそれから10年後にはもうなくなっていた、まだ時間差はあるけれど結局どこもそういう方向に向かうんだなということですよね、だからここではないどこかといったって所詮時間差なんだなってことがやっぱり90年代が終わるとものすごく分かっちゃったっていうね、まあ、つまり残念な思いとともにそれを受け止めざるを得なかったっていうことを思い出します、でということはそうじゃなかった時代があって、でそこでねなんであの屋台崩しの説明後でやるのかな、うん、要するにね後で後というか芝居のねラストで借景をするってことを含めて、うん、皆さんおっしゃったように例えば維新派みたいにね遠くまで何時間も出かけていってある種ですね、出来上がった状態で芝居を見てもらう、でこれはその没入してもらうために日常を離れてもらおうという戦略なんでね、例えばその維新派が初代でやった時にもう最悪だったんですよ、で松本雄一さんにだから言ったじゃないですか、こんなところで常設芝居、まあ、要するに高級劇場でやったりしちゃダメなんですよ、本当全然ダメダメだったんですよ、でだから場所性が大事なんだけれど、その意味で言うとね皆さんおっしゃったけどその雑踏の中でやる、で雑踏の中でやるってことはその雑踏も含めて借景って日本の風習が習俗があるけれど、要はあの芝居で完結していない、これは現実と、通底している、簡単に言うと現実を今あなたがいるここを読み替えるための仕掛けなんだよっていうことで、あのここではないどこかなんだけど、これは大事なこと、ここではないどこかをここに呼び込むことでここを読み替えようぜ、それは限界なら水、まあ、いろんなモチーフがすごい出てくるんですけど、うん、やっぱりここを読み替える、お前らここをここだと思ってるその自明性を何とかしろよこのボケって感じなんですよね、うんうんうん、なるほど、すごくね今の話って、うん、ヒップホップでね、フリースタイル今若い子でコラップするようになったんですけど、うん、これサイファーって言って輪っかになって街の中でやるんですよ、うん、で街の中に、まあ、昔だったらラジカセ持ってきて音鳴らす、うん、今だったらもうスマホでもできるんですけども、うん、これ僕が15年ぐらい前に仲間が立ち上げて渋谷サイファーっていうので、要は、うん、渋谷駅のハチ公前に突然ラッパー60人ぐらいでラッパーを始めるんですよ、うん、でそうするとその待ち合わせでいっぱい人がいるところにラップしてるやつらがパチパチ輪っかになって出てくる、うん、でそこでこの渋谷の街に急にリズムが生まれるでしょっていうのを体感して、でそこにみんなうちに待ち合わせ中にペチャペチャくだらないこと言っているのがラップの言葉になって、でそれがリズムに乗っかってフローしていくっていう状況で、まあ、渋谷の街の景色が変わる、
ヒップホップとかってのはストリートミュージック、路上の音楽なんですよね。でこれグラフィティアートとかを壁に描くわけですけど、これも実はの場所、ここがこの場所だと思っているけど、うん、ここは誰のもんなんだとか、うんね、その公共の場所の公共って誰のもんなんだとか、うん、この壁の向こう側に何があると思ってるんだみたいなのっていうのを本来は考えるきっかけっていうのがヒップホップの、まあ、そもそもニューヨークの焼け野原みたいになったブロンクスで始まってるっていうのもそういうこの場所の意味を変えようぜっていう働きがあって、だから今宮台さんが言っていたような試みっていうのは、うんまあ、ストリートミュージックっていう形では実は実践としては結構あるかなっていう、なるほどね。まあ、でも今のダースさんの話を聞いてて、カラさんが何かのインタビューで観客をクリエイトしていくっていうことも使っていて、まあ、まさにそうやってヒップホップの中に観客をね、そこにいる街の人たちを飲み込んでいくように、あのテントの中の密集の中でその観客をもクリエイトしていくっていうのはすごい独特な世界だなと思いますね。あともう一つやっぱりその共同体って宮台さんがずっとおっしゃってたところで言うと、ちょうどだからこう唐さんがねこの状況、もう一回1番じゃねえか、4番か出ますかね、この状況劇場が始まったのがちょうど64年でですね、さっき、まあ、大きな芝居が本格的に始まったのが67年とかですよね、久保井さん。そうすると、まあ、68年に吉本流明が共同幻想論とかを書いてますので、まあ、そういうところもなんかこう時代とリンクしていくのかなというのは一つ感じます。まあ、その一方で資料5を見ていただきますと、まあ、86年にバブル景気がこう始まっていくんですけど、これも岡田さんが何かのインタビューで読んでいたんですが、まあ、その60年代70年代学生運動があって、ある意味こうみんなが過剰性を帯びていた中、70年代後半は非常にこう凪の状態でみんなが静かだったってことを言っていて、ただそれが80年代に経済に行くとは僕は思ってませんでしたみたいなことは言っていてですね、そのまあ経済第一主義の中でまた共同体がどんどん失われていくっていう最中に逆に久保井さんがこう空組に入っていかれるというのが非常にこう象徴といいますか、最初何ておっしゃいましたっけ、このあれの前、この前は、吉本流明の話もしたのかな、あと観客をクリエイトしていく、そうです、はい、それはねずっと言ってましたね、言ってますか、観客を作るのが芝居の目的だと言ってました、うんうんうん、で、やっぱ物語だけ見せなきゃいいっていうことではないと、それは今見ている観客にどういうふうにそれを物語を通じて何かを考えさせるかとか、そういう種をまく、そういうことが芝居の目的なんだ、何かで考える表紙が来るだろう、俺の芝居見てれば、っていうような言い方を、だからそれをどれだけ強烈にそのシーンとか言ってるものを、物言いなり、まあ、役者の状態だったりそういうようなものを焼き付けるかだっていうことに地道を上げろって、芝居の虫になるんだっていうようなことずっと言ってまして、だからバイトもやらせてもらえなかったし、僕らは、僕はでもやっぱバブルの恩恵がまだあった頃で、私が入った頃はバイトいくらでもあって、原さんにこっそり隠れて飲み会からこっそり隠れて出てバイト行きますって言ってしまうと、こんな面白い話してるのにバイト行くのかって言われてしまうので、なんかだからそれでもやっぱり行ったら何か働き口はあるから、そんな感じで交代で行ったりっていうのはそういう頃でしたね。でやっぱりその経済っていうものが次の仮想的なんだっていう、なんか照準を絞り出したのはその頃なのかなっていう、ちょっとコメントしていいですか。もともとアートっていう概念はね、割と最近のものなんですよね。でまあ、はっきり言うと、まあ、19世紀初頭のロマン派以降のもので、でその特徴はね、だからいわゆる芸能や娯楽と比較すると分かるんだけれど、要は自明性が壊れるような空間に一回接触して、そこで変容してしまったものは元のようには街をシステムを生きられないようにするっていうところにポイントが、その意味で言うと種をまくとかね、観客を作るっていうのは一口で言えば消費されるまま、つまり単に消費されるだけでは済まないものを提供するということですよね、うん、
だからこれは特に今、ね、若い人で演劇とか、まあ、いわゆるショービズ的なものに関わってる人、もちろんそれで飯食うのは全然構わないですけれど、単に消費されて、つまり消費されるものが週末のサウナなんですけど、それで終わっていいなんていうふうにやっぱ思ってほしくないから、そういうところはね、唐さんにちょっと学んでほしいなっていうふうに思う。今の消費でまた唐さんの言葉、うん、インタビューを思い出したんですけど、唐さんが言ってたのが、うん、その自分が何かが好きだとかいうことを全く自覚せずに、例えば夏が来ると CM を見てみんなでビールを飲むみたいな、その群れとしての消費みたいのをすごく嫌だっていうことを言っていて、なんかその消費されない、その一人一人が自分が一体何を考えているのか、何が好きなんだってことをもう一回考え直すっていうことが非常に大事だっていうのことをインタビューで読んだ記憶があるんですけど、そう、そのことなんですが、それがね80年代にまあちょっと残念な言い方だけどね、やっぱ時代にずれていく、時代からずれていくところがあって、ずれ始めたところがあったかもしれないと思う。実は80年代のバブルの時代ってね、本当にね、敵にするべき理由はあって、例えばヤクザ界隈でいうと92年の暴力団対策法の施行に先立って、特に80年代後半からやっぱ任侠、つまり、ヤクザであれば法よりも尊ぶ掟っていうのは、これは単に外からの縛りじゃなくて内から湧き上がる掟、これが任侠なんですけど、それが一挙に崩れて、でまあ金のための裏切りとかが続発するっていうことが起こっていくんですよね。でこれは中野会のね元会長が本で書いていることで、僕は後書きをつけたことが、書評を載せたことがあるので、ちょっと調べてたか、まあ、その本を読んで衝撃だったんですよ。僕は暴力団対策法で、ヤクザが、まあ、地域と切り離されて、でその結果、まあ、今日に至るような、まあ、一般市民、まあ、最初は半グレを使っているなしのぎをするんですけどにつながったみたいなイメージをもともと物語的に持ってたので、いやそうじゃないと、もう86年、まあ、80年後半からまあ、いわゆるこの社会の外を生きていたはずの人間たちもものすごい勢いでこの社会に、経済システムに適応するっていう意味で取り込まれていったと。だからそういう意味で外がどんどん消えたということなんですよね。それに抗おうとしたのが唐さんなんだけれど、これ誰であってもね、もともと抗えなかった。だからこのつまりその部分のモチーフはそれ以降の人には非常に伝わりにくくなったかなと思いますね。まあ、そういう時代にから芝居をやる意味みたいなこともまた後半話していこうと思うんですが、うん、2時間経ちましたのでちょっと休憩を入れたいと思いますが、後半は唐さんの芝居の、を見る上で必ず出てくるこの特権的肉体論のお話から、これ島田さんを中心にお話を聞かせていただきたいなと。ガソリンが必要でしたら給油中に入れていただければと思います。いくつかお知らせですが、まずは現在上演中の、透明人間の告知もう一度出ますでしょうか。これ久保井さん、ま、どう説明したらいいですか、この劇に関しては。難しいですね、はい、まあ、ストーリーを言ったところでってところがあるん で、 そうですね、はい、ちなみに若い劇団員には何と稽古の前に、なんて言いましたかね。読めば分かるって感じ。まあもちろん長いこと時間かけて喋れば喋れますけど、一言でって言われるとなかなか難しいな。毎回取材の時に一言言うとどういう芝居ですかって言うんですけど、難しいですよね。まあ一言で言えないからやって。いやそう、確かに話してる。まあテントでやる芝居なんで、それでもなんて言うんでしょう、いろんな一般の人々でも楽しめる筋とダイナミックさを用意しています。僕さっきも言いましたけど、歌がね象徴的な、はい、歌われるんですよね。でこの歌を聴く時の、そどういう状況で歌われているのかっていうことをある種想像して歌を聴くと、非常にこうね、そういうことかっていうふうに分かる気がするんですよね。これ中国語の
歌なんですけど、福建省の歌で、これがどういうふうに聞こえてきてるのかっていうのが結構大事かなっていうふうに思いました、ね、うん、僕はね、よく映画表で片輪的なオブジェっていうんだけど、まあレニンのね、弱い弱みたいな話なんだけどね、まあ当たり前のルーティーンのっぺりとしたフラットが現実に見えるが、よく見るとひびみたいのがいっぱいあってね、うんうん、でこれなったな、なんだっけ、その水を怖がるとかさ、福建省の、まあ、中国語の歌とか、あの物語とは別にね、いろんな断片、特に後で出てくると思うけど、身体の動きとか雄たけびとか、そうしたものが残るってことがすごく重要だと思うんですよ。でね、あのなかなか、ね、難しいなと思うのは、最近の若い人たちはますますね、例えば映画、僕映画批評をやってるんですけど、映画を見るのがあの物語だけで見るみたいになっちゃってて、物語が終えないともうわからないやになっちゃうんですよね。なので、あの見る前に、いや物語を見るんじゃなくてっていうふうに最初言うと、突然読解力が上がる。だからこれはね、学校のね、現代国語の授業の大失敗だと思うよ。そうですね、それはわかりますね、うん、なので作者の意図を答えようっていう、うん、そうなんだよね。いやだから僕さ、ね、年にね十数回入試に出るけど、僕自分で解いて正解できないもんな。自分の同じですよ。だからおかしいよ。出題者の意図よ。そう、あ、そういうことですね。まさに、うん、作者の意図ではないですよ。割と作者はものすごいナンセンスな動機で書いてるかもしれない。消去法で最初に消されるのが正解だったりするんで。例えばね、フランス語でイストワールっていうと、歴史って意味と物語って意味と両方ある。でもあの歴史を知るのが大事だっていう時にね、それが歴史物語として受け取るのが大事だみたいな話として、これは間違った理解なんだよ。歴史ってめちゃくちゃで、それを後から物語として見てるだけでね。だから長女と、まあ、今16歳かその話をしたんだけど、まあ、一応ね、世界史の入試を突破するには、ね、まあ、物語をあの、いや一応分かったふりをした方がいいから、物語として、あ、このオリエントの歴史はねとかっていう、インドの、ね、歴史はねとか喋れればいいと思うんだけど、実際はそこじゃなくて、あのそれぞれの時代、それぞれの地域のやつらから世界がどう見えていたのかを体験しよう、うん、それが一番面白い。でもね、まあ、あの一言で言うと、うん、アリストテレスに学ばんでもしょうがないよ、うん、それよりはアレクサンダー大王に学べってことですね。なるほど、そういうことですね、うん。まあ、僕もね、唐組の芝居、さっき見た通り10年ほどずっと見続けさせていただいているんですけど、うん、とにかく最初に見た時から今に至るまで、まあ一回見て正直言うとセリフの意味はよく分かりませんというのがあります。で、そうだから難解なのかというと、逆に僕は癖になっていて、まあ後でこの肉体論でも出てくると思うんですけど、言語という概念の奥にあるものみたいなものに毎回触れさせてもらってるような気がして、まあ、それはやっぱり唐組の芝居じゃないとちょっと体験できないのかなというようなことですね。まあある意味その、書ではない、まあ、書を捨て街に出ようじゃないですけども、その言葉という、まあ、島田さんは、ね、そのある意味言葉という肉体を普段使っているわけですけど、今度は肉体という、まあ、言葉がまさにその唐組の芝居なので、うん、そこを超越したものに触れる瞬間は他の芝居では僕は経験したことがないので、まあ、今日のお話を参考にぜひとも、現在上映中でございます。あの、ね、吉本、言語にとって美とは何かっていう本があるよね、うん、で、まあ、あの共同幻想論と並んで名作ですけれど、彼はあの時矢で言語学っていうのの影響を受けていることもあるが、最初の言葉は何だったか、海を見て、うっ、つまりある種の感動を思わず口音にしてしまった、うん、あるいは掛け声、うん、集団で動く時に、自然に声を発してシンクロするってことがあった。だから間違っても言語は伝達の道具ではなかったってことなんですよね、うん、だからそれを今城さんおっしゃったことだよね、
だから伝達っていう意味では分かる必要はない、うんうんうん、だから三分言語としての機能は僕たちはそこに縛り付けられてきたものではあるけど、そんなものはどうでもいいぜっていうふうに感じさせるところにやっぱ唐さんの目的もあります。それをぜひとも皆さん体験していただければと思います、うん、そしてお知らせあと2つ、うん、深掘りのイベントが、いよいよ具体的に出てまいりました。6月の5日月曜日です、渋谷のロフト9で、古谷さんをゲストにお送りさせていただきます公開床屋星団ボリューム3ということで19時です。宮田さん19時です。ありがとうございます。あの古谷さんの、まあ、記憶が生々しくあるもので記憶って面白いね、うん、もう古谷さんのこの写真が出るたびにああっていう思わず声が出てしまう僕なんかだって沖縄のホテルの部屋から見てましたから異様な体験でした。昨日お電話いただきまして、土曜日のお昼からチケット発売すると思います。現地チケット動画前売り2000円かなって、配信ツイキャスによる配信も配信するんですか。配信もあることにしました、はい。まあ、平日なんで来れないという方もいらっしゃるかなということで、お酒も出ます。なので古谷さんもまたお酒飲みます、危険極まりないぜ。お時間ある方はロフト9に、来れない方はツイキャスの配信でご覧ください。よろしくお願いします。久しぶりの深掘り。いや素晴らしいよ。古谷さんがお酒を飲むっていうだけで危険でワクワクするじゃん。そうですね、何が起こるかわからないよ本当にすごいです、まあ、30分同じ話をしました。ずっとしてました。そしてもう一つ、はい、実はですね、島田さんの新刊が明日発売になるんだと思います。驚くことに島田さんがさっき言ったね、えって言ってた。まあよく知らなかった。はい、で今年が作家デビュー40周年。そうですね。おめでとうございます。ということでこちらのですね、新刊発売とデビュー40周年記念のトークイベントを組ませていただきました。まあ、以前もねこのメンバーで鈴見さんの新刊のイベントをやったと思うんですが、今回は、はい、島田さん主役で、朗読もする予定、いいでしょう、はい、いいですよ、いいですよってさせていただきます、はい、あと新刊のですね現地での販売とサイン会もやりますので、6月の14日です。阿佐ヶ谷ロフトにて19時19分から、開始という。ぜひともこちらも今週の日曜日にチケット発売しますのでよろしくお願いいたします。皆さんコメント今日少なめな気がするので、ね、じゃんじゃん書いてください、ね、書いてください。あ、僕ちょっと今ページが、番組の最後に質問はぶつけたいと思っております。ここから先もコメント質問ありましたらどんどんコメント欄の方に書いてください。お願いします。じゃあ5分から10分休憩をいただいて、後半はこちらでございます。特権的肉体論、それから屋台崩しなど、からさんの舞台のキーワードを読み解きながら、時代そして日本に迫っていこうと思っております。じゃあ一旦休憩です。